と次の質問にちょっと入りたいと思うんですけども、ですね、総帥がですね、世界大会で主審をされた時なんですけども、ウィリー・ウィリアムスが三平啓治さんと戦った時です。ウィリーが掴んで攻撃をして何回か止めたんですけども、総帥を止めたんですけども、度重なる反則に、総帥が切れたと。で切れてウィリーを裏投げをしてその場合抑え込んでしまったという伝説があるんですけども、これ本当なんですか？だから力っていうのは普段持ってて脳をストッパー止め切っちゃうわけ、はい、すごい力出るわけ、カジボの力みたいな、はい、その時一生懸命やってると、はい、そうなっちゃう場合があると思う、はい、大山先生がアメリカ行って、息子がパンク直してたんだと、はい、ジャック外れてドーンとこの車を落ちて「おばあちゃん誰か助けて」って誰も来なかったんだって、胸に車を落ちて、うん、で80過ぎのおばあちゃんが車から上げて息子を足で出しちゃったって新聞で大山先生見たっていうわけ、はい、人間の脳の力っていうその力を外しちゃうと、はい、ものすごい火事物バカ力って出るみたいだよ、まあ、それが腰ガタガタになっちゃった。じゃあその時の総帥は、うん、まさにリミッターが外れた状態だったと、うん、本当はあの時の審判はゴーダー雄三って俺の先輩が、はい、あいつちゃんだけどあの人だったんだよ、はい、さばけないと思ったの、はい、遠山先生パッと俺に書いたわけ、はい、そういうのお前やれと、はい、で俺主審やらされたわけだ、はい、分かってんなーってもう合図させられたわけ、はい、あのままで優勝したから、反則をしたまま優勝しちゃう、うん、間違いない。だってあんだけ強くて黒崎先生のとこ行って速いスピードついたでしょ、 あんな誰も止められないよ。これは小笠原先生も言ってたんですけども、そういう総帥とかものすごい人たちに主審をされるとピリピリしたとして緊張感がすごかったと、その中で試合をするっていうことはすごい光栄だったと言ってましたけども、小笠原君俺審判やったかな、なってないだろう、俺出た後は伸びてきたから。あ、そうなんですか。何人か浜井君とかね、何人かいるんだよ、罰やったけどね。だって主審やっててさ、言うこと聞かないとさ、審判がボーンとぶん殴るんだよ、大山茂さんなんかぶん殴ってけどバチッて、こっち選手より審判怖いんだもん。そうだろ、先輩だから中村大さんとか大山茂さんとか審判いるじゃん、だらだらして「何やってんだお前」って「はい助けろ」ってこうで見るんだよ、こう。じゃあもう下手したら試合をして優勝した選手より主審の方が、そうそう、怖い怖い怖い、審判怖いんだよ。あと大山先生の顔色を見てるわけ、変わって見るわけ。これ大山総裁のさじ加減一つでその時のルールが変わったっていうのもあるんですけど、それ本当なんですか？延長が伸びたとかあるある。大山先生熱くなっちゃうから、大山先生は子供をガキ大将でかくしたみたいなとかから熱くなっちゃうんだよ、見えなくなっちゃう。梶原先生もそうなんだよ、なんか商談試験でも絶対できないような基礎体力をやらせたとか。そうそう、あ、本当なんですか？だからロマンを求める人っていうのは子供っぽくなっちゃうから、梶原先生と大山先生を喧嘩するとすごいんだよ、もう誰も止められなくなっちゃう、ガキ大将が急に高くなっちゃう。で今ちょっとウィリーの話が出たんですけども、アントニオ猪木対ウィリー・ウィリアムス戦の格闘技世界一決定戦、この時が曽根総帥をはじめとする指導官門下100人ぐらいでリングサイドを取り囲んだと。で安全靴を履いて武装して、何かあったらすぐに行けという話があったんですけど、これも本当なんですか？あれはね、150人連れてた、150人、正確にはね。それで大山茂ちゃんがトールダーまで来たわけ、はい、ゴーダー喧嘩できないからそういうの頼むよと俺言ってきたわけ、はいね、その時大山先生にまあこれお金を言ってれば、はい、ああいうことにならなかったわけ。弟子と孫弟子が講義をやって10枚のリングサイドをほとんど売れて、はい、何千万のお金動いてるんだから、はい、先生にしてみればなんでお前お金持ってきないのかってなっちゃう、で黒崎先生と梶原先生が仲良くなっちゃって、やきもち焼くわけ。やきもちってのは怖いんだよ、女のやきもちよりも男の方が怖いんだよ。それ命令されたわけ、乱闘に持ち込んで殺せるんだよ、殺せって殺人命令。そう、今のうちだったらやばいです。警察って言っても警視庁みんな知ってるよ。それで散弾銃とか日本刀みんな持っていったわけ。あ、そこまで武装して日本武道館の蔵前国技館のリングサイドに立った。関西流作った水谷さんっていうのはあれ空手家じゃないんだよ、ヤクザの名古屋のどっかのヤクザの暴力団の若い人なんだよ。で俺の友達難波さんっていう人が、住吉の公平の人がね、名古屋刑務所入ってたんだよ。その人の友達と一緒だったわけ。名古屋に道谷ってにいると。で難波さんは所沢にそういうのっていうのいるから、はい、刑務所の中だからそういう話2人でやらしてみようとこんなこと言ってんだよ。それは売名行為で、はい、馬場さんを脅かしたりファイティング原田を脅かしたり、猪木さんまで脅かして、まあ、挑戦して西尾川までやろうと、はい、でその時佐山が付き人だった、はい、猪木さんもここに首に皮やって戦うって言ってたわけで、田中正源さんっていう人が、はい、右翼の大物が間に入って、はい、関水流っていうのを作った。それ30人ぐらい来てたんだよ、はい、黒い道着に来て、はい、セコンドにいていて、はい、俺はバーッて150人ぐらい連れてって、はい、水谷のとこ行って「お前ら生かして帰れない、まあ、見殺しするぞ」ってな、まあ、生かしてそうそう言ったの。でもあいつら何もできない、固まっちゃったの。でわーってなった時、坂口さんが俺のとこ来て困った顔して「人数少ないから」っつって泣き入れてきたわけ、はい、荒川さんかな、はい、名刺持ってたんだよ。目つぶしスプレーで、あの時の顔、一番いい顔してたのは藤波さん。藤波さん一番前にもうセコンドで、あの人の目つきはね、いい顔してたよ。いつでもやってるあいつだけだったよ。あと前田さんいるやん、前田さん、はい、どっか結婚式あったんだよ、はい、高坂のあれかな、はい、そういうの先生、あの時は怖い顔してましたねってさ、自分は付き人だったみたい、俺分かんなかった。結構大手いたんだよ。俺は全部分けてこっち行けこっち指してしたわけ。はい、で東スポの櫻井さんがさ、黒い革のコートにやつに指図されたって言ってね、まあ今からねもう40年ぐらい前の話だけどね、はいはい、じゃあもしもその時に猪木ウィリー戦の時に乱闘になって、うん、まあ乱闘最終的になったんですけども、うん、あの時にもしプロレス新日本プロレス側から仕掛けてこられたら、うん、いつでも行く覚悟ができてた。うんうん、一番かわいそうだったのは猪木さんなんだよ。あれリングアウト落ちたじゃん。あれウィリーに蹴られて血が出たんじゃないんだもん、セコンドに蹴られたんだもん。そうなんですか。そうだよ、かかと踏んづけられたりさ、それリングボンと上がったわけで、黒崎先生俺の手を掴んで荒らされんだよ。止めて清掃してた。すっげえ力んだあの先生が。黒崎先生すごかったの。じゃあその猪木さんの流血は別の方がやられた。あれセコンドのやつが蹴ったんだよ。蹴ったやつ俺知ってるけど言うとかわいそうだからそこは匿名で、猪木さんかわいそうだったから。実はそういう裏話があったんですね。でちょっとまたその延長線上になるんですけども、これはですね結構プロレス界でも空手界でもいろいろな憶測というか話が飛んでる話なんですけども、アントニオ猪木監禁事件、についてちょっとお聞きしたいと思うんですけども、この時梶原先生が猪木さんと新馬さんを呼んで大阪のホテルに呼んで、監禁したと。でその時に、指導官の屈強な空手家がいて、銃を持って脅したと。あれ拳銃持ってないよ。持ってなかったんですか。それ偶然に同じホテルだったの、大阪の道場開きでね、はい、で梶原先生の熊本の、田舎の同じ唐田千秋さんといた、はい、統制会の京都支部長、そのどこの道場を作ったわけ。ヤクザの事務所に道場を作っちゃったんだから、指導官ぐらいなんで、偶然に同じ部屋に、はい、ホテル泊まったのは猪木さんだった。別にそういう監禁したんじゃないんだよ。じゃあ同じホテルに泊まっただけっていうことですね。全然監禁じゃないで、ちょっと話をしただけ。そうそうそう、事件されちゃったわけ。警察が悪いんだよ、あれは。監禁事件持っちゃったでしょ。で猪木さんもかっこ悪いから検事で脅かされたらなっちゃった。で松本君と正行君と梶原先生逮捕されて、俺たちも逮捕されて20日間泊まってたんだよ。で検事が空手やってる人だよね。新聞にも載ります。そうそう、全然オーバーにされちゃったの。じゃあ実は監禁じゃなかったという、監禁事件ってマスコミしちゃったからそうなっちゃったの。で新馬さんは猪木さんを逃がすためにやったわけ。猪木さんも夜中の3時頃までもうホテル帰るっつってさ、はい、逃げようってしたわけ。俺はそんなことしないからって言ってって言ったのね、はい、周りがそうに煽っちゃったんだよね。その時の時代背景として、タイガーマスクの利権の問題とかあったという話なんですけども、これはどうなんですか？猪木さんがブラジルで事業やって失敗しちゃったアントン・ハイセンに、そうそうそう、はい、それでお金吸い込んじゃったわけ、はい、で梶原先生にお金を払わないのをタイガーマスクのいろいろなそういう利権の問題でちょっとおかしくなっちゃったの。あと冠水流作った水谷の安藤さんが「東海の殺人権」って本書いてある、はい、そこもあったわけ。その冠水流に関しても冠水流こそ最強だと言ったのが気に食わないという話だったんですけど、これはどうなんですか？安藤昇さんが東海の殺人権であることないこと書いちゃったんだよ。商売敵みたくなっちゃった。梶原先生極真書いてたわけです。なるほど。お前商売敵じゃないかってなっちゃったわけ。でそこに唐田さんって酔っ払えないんだね。修羅なんだよ。修羅がいたからさ、灰皿持ってさやったりしてたんだよ。これ止めたんで止めるの大変だったんだよ。松本も猪木のとこ行って首絞めちゃうとかさ、動いたらね。じゃ酔った勢いもあってそういう監禁に向けたようなこともあった。ことは事実なんです。あったね。だから警察俺捕まって20日間入れられて、はい、警察の人と調書を取った時ね、はい、いや喧嘩だったら猪木さん強いよ、俺たちやられちゃいますよあって言ったの、はい、だ警察の人はね、いやあれはね見せ物だから、そういうのさんがねヤクザの入れ墨入れてね、入れ墨以前の同じだって、空手はそんな強くないですよ言ったの、こっちやられちゃいますって言ったのね、はい、そしたらそんなことないって見る人によってね。なるほどですね。じゃあそこでまあちょっと尾ひれがついちゃった、尾ひれがついて話がちょっといろいろなっちゃったわけですね。小島みたいないい加減のこと書くからさ、だって正木が連れてきてエレベーターの中で膝上げてボコボコなんて、いくら猪木だって逆にぶん殴られたら正木吹っ飛んじゃうわ。そうですね、今小島さんの話が出たんで、ちょっと小島さんの話ちょっとしたいんですけども。その小島和志さんの動画の中でそういうの総帥と大山先生の関係は実は良くなかった、反社を大山総帥が入っているサウナに送り込んだと、震え上がったと。これについて小島、彼がね思い込んじゃうわけ。統合失調症っていう病気があるんで、自分で勝手に思い込んじゃうわけか。芦原さんが死んだのは